はい、超駅太郎です。あの、これは別に嫌味とかどうこうって言ってるわけじゃないんですけど、ま、あこのチャンネルがもともと猫太郎って言って、猫を出して、猫の話をして、別に猫を出したかったわけじゃないんですよ。ね。で、の、で、猫はどうしてますかっていう、あのー、コメントが、その動画とは関係なしに来るんですね。で、それって私、まあ、もう猫は出しませんって言ってますし、もう猫の動画ではないわけですね。 やってみて思ったのは、猫に非常に負担がかかるということです。あの、別に何でもいい動画を撮ったり、何でもいい写真を撮ってればいいんですけど、綺麗に可愛く写そうと思った、かなり答えに無理がかかるのはもう歴然としてます。写真、えー、ストロボを焚く光を当てるっていうの猫にとっていいわけがない。特にうちの子はいいわけではないというふうに感じました。だからやめますと言ってます。まあ、そうやって動物関係の YouTube やってらっしゃる人たちは、私は、 一応プロとしていろいろやってますけど、これは無理だぞと。うん。こっち合わせに都合がいいようにやったら、いい動画を撮ろうと思ったら、ご飯をあげないチュールで、こう、釣るみたいな、ちょっと私無理だなと思って。でも普通丸まって寝てるんで、起こそうと思ったら、いや、ずっと2時間も3時間も待ってりゃ、それ撮れますよ。そんなことできないんで、いい写真を撮ろうと思ったら、無理やり起こさなきゃいけない。あ、これは良くない。 これは動物のって良くない。ということでやめてるんです。ね。で、まあそれともう一つは、元気ですか死んでたら、死んでたって言えますかね <laughs> 例えばもうおかしくなってますとか。もう二人で噛み合って共食いみたいになってるんですって言えませんもんね。だからこれって答えは元気にしてます、可愛くしてますしか言えないですよ。 ねこの状態で。もう地獄絵図ですとか言えないですよね。もう。もう、糞尿を垂れ流しですとか言えないですよね。それがもう捨てましたとかもおかしいですよね。えー、保健所持ってきましたとも言えませんよね。仮にそうだとしても。まあ、そんなことはしてませんが。だから、これって、すごい、難しいんですよ。元気にしてるって言ったって元気かどうかもわからんし、だから言えないんですよね。 でも、何にも言わないのも無責任のようなことをしてますし、そして、私の方も生活状況が変わってるかもしれないですよね。銀匹が3匹に増えて、10匹に増えて、猫屋敷みたいになってるかもしれないじゃないですか。でも、そんなこと言ったら言ったで、何々はどうなんですかこうなんですか見せてください。肉球見せてください。舌を見せてください。お尻はどうなってますか 毛づくろいはちゃんとしてますかそこの水の高さは良くないんじゃないですかもう本当に一日中行ってくるんですよ。ね。これでいいんだ。これしかないんだ。ね。ちょっとキャットタワーが汚れてるように見受けします。ね。もうたまらないぞ、それ。ね。もうどうにもできない。うん。ねあのー、そこなんですよ。結局、 追い詰める、か、追い詰められる形になってきます。うん。もう少しこうしてあげた方がいいんじゃないでしょうか。爪が伸びているような、もう、小絨斗みたいなこと言ってくるのね。本当に。ねもうみんなが猫博士なの。みんな、みんな一過後あるわけよ。なんかちょっと猫飼ってると。ちょっと自分の意見は、私はこうです。この、これはこういう風にした方がいいんじゃないでしょうか。もうたまらないんですね。うん。 だからもう私は出さない。ね。だけど、いずれ寿命が来たり、いずれ病気になったりするわけじゃないですか。だかそれだっていちいち言っていかなきゃだって動画と関係ないじゃん私これ。強盗だ、自殺だ、あの、事件だ、ヤクザだ、ね、半グレだってやってる猫関係ないんですよね、もう。うん。だからわかるんですけど、うん。じゃあもっと私の財布の中身とか心配してくれて 正域太郎さんの財布、どうなってるんでしょうか元気にしてるんでしょうか分厚いですか薄いですかなんなら太くしてあげましょうとか言うなら話はわかるよ。うん。仮に、これ猫がどうこうって言ったら何もしてくれないでしょ仮に、病気ですって言ったって、心配です。元気になってください。だけでしょなんか、うん。最新の治療を受けさせる、無料で。ね。引き取って、いやいや、持ってくのが大変だから。引き取って、ちゃんと感知させてくれるのがいいよ。うん、ね。 ねえ、大変なんだから、本当に。というふうにね、思ったんですよ。だからね、動物関係の配信してる人って、どうなんだろう本当にまともなのかしらわかんないけど。俺見てないよで、ね、いちいち。ねえ、大変だと思いますよ。ねえ。じゃあ、ずっと10分の動画撮るのに、一日中ずっと回して編集すらいけど、そんなことないよな。そんなこと私は無理なので、うん、やめ、やめましたっていう話です。はい。 はい、蝶役太郎です。この度、極道楽園、極パラ、ね、第4巻、あの、デジタルで発売します。ね、皆さん見てください。もうね、これ最終巻となっております。ね、世界各国のドラゴンボールやら、海賊王になったりするっていうことでね、終わりを迎えるという、違う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 ,違う。ね。まあ、ここから、この売り上げが良ければ、また復活するかもしれないということで、はい、皆様にね、愛されております。蝶役太郎、私のね、 幼少の、幼少のっていう、な、まあ、あの、私が会ったことも散りばめながら漫画になっております。はい。で、えー、そうなんですね。これ、まあ、あとですね、こっから続く物語をね、続けられるかどうかは、皆様のね、この、頑張り次第、ね、私も頑張っております。もうこの超駅太郎ももう少しで50万人、ね、まだ登録していない方は登録していただいて、 サブチャンネルももう少しで10万人。ね。もうこれも皆様、本当皆様あっての超駅太郎なので、よろしくお願いいたします。以上です。